おはよう。おはよう。まあ何をやるか知らないだろうけど。あ、知らない。座りたまえ、好きな席に。どこでもいいの？あ、どこでもいい。じゃあ近く行こう。オーケー。16歳の石川カレンです。よろしくお願いします。お願いします。好きです。付き合ってください。お願いします。何も聞いてないでしょ、まだ。うん。誰が来るかも分かんない。あ、そこまで知らない、うん、おう、じゃあ閉まっとこう。はい、はい、行きます。先生っぽいじゃん。そうでしょ。うん。まじ先生のキャラを演じてるわけじゃないけどね。ん？ん？何？先生の誰ですか？あー、嘘。友達だと思ってたのに。高校3年生の17歳の黒金ノアです。一番後ろ一番後ろされた。なんか文句ありますか？ないです。今日やること聞いてますか？知りません。そうですよね。キャッチボールのスピード速い。やるおはよう。おはよう。いいよ、好きな席座っちゃって。おはよう。おはようございます。あ、もう好きなのかなと思って。うん。お願いします。お願いします。ねえ、いいね、隣。元気だね。元気なのこっちだけ。ノア君にはちょっと負けたかなって感じ。回転しながら入ってきたから。次の人感じね。あ、確かに。どう入ってくるか。確かに大事大事。次の人どうテンション上げて入ってくるか、ね、絶対面白いから。絶対面白い。次の人。分からねえそれ。どうしよう。いいよ、好きな席座っていいよ。じゃあ後ろ。控えめか。はじめまして、高校2年生の上村壮太です。お願いします。お願いします。え、壮太何やるか聞いてる？え、何もか。あ、壮太聞いてない。 OK、 ちょっと待ってね。あいつ何で、あそこにいるの？まあ、今だけはトップ的な。うわー、おはよう。おはよう。ジュリ様だ。ジュリ様だ。マドンナ感がすごいね。髪の毛なびかせて登場してる。操っと意識はしてないから自然に自然になっちゃうんだよ。ナチュラルサララン出ちゃってるから。ナチュラルサララン出ちゃってる。次は？あら、ピンピン。おしとやか。おはようございます。おはようございます。いいお返事。お返事じゃない。いいお返事がよろしいです。おはようございます。ギャルピッピになってる。本当だ。ギャルピッピ。ギャルピッピ。金髪にしました。金髪ではないの、色落ちしました。ちゃんと勉強はできます。聞いてません。できません。あれ、いや、かわいいマルピアン、サトシア、早く入ってきてもらえるかな。入んないね。入ってこないらしい。あ、入ってきた。あ、おはよう。あ、おはよう。おはよう。どうぞ、好きなお席に。お座りください。そうね、まあ、皆さん揃ったということで、はい、
大丈夫ですか？こっちまず勝ち。任してよ。おー、うまい、うまい。今日は、今日は晴れです。今日はバカ誰が。今日は雨だわ。ちゃんと雨だわ。なんか変じゃない？なんか違う。バランスがやばい。書き直しで。ええやん、ええやん、それぐらい。お、ブースキブ。ブースキブ？はい、今日スキブでーす。皆さんね、こちらの、あ、やべ、手汗が、手汗が、ちょっと手汗が、こちらの強スキ部をね、強スキ部を皆さんでまあやっていこうかなと。まあこの部活はね、全国の学生の放課後をより楽しく、よりリア充に変えていくために、僕たち強スキメンバーが様々なチャレンジをしていく部活動です。やだー。いやー、いいね、これ楽しそうじゃない？うん、ちょっと楽しそうだよね。こんなゆるい部活あるかよ。コモンみたいの、コモンみたいの急に俺が仕切り出す謎の部活でございます。はい、不安しかねえ、まあ、こんな感じで不安しかねえ、言うな。思っても言うな、それは。まあこんな感じでこのメンバーでやっていこうかなって思うんですけど、まあやっぱね、部活動なんで、部活動といえば石川さん、何ですか？正解、部長なんですよ。ということでね、今回部長を早速決めていきたいと思うんで。あれ、部長じゃないんですか？僕、立ってるだけなんですよ。あ、部長だ。クラスに2人はいるただの出しゃばりでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今から、部長を決めていきたいと思うんですけど、じゃあちなみにやってやりたいなみたいな人いる？まあ、いなさそうな感じ。あれ、あれ、あれ、じゃあ、いやでも、そう、あ、でも、ちょっと、あ、でも、そうた、異次元だからな。それこそ、そうた、また異次元だけど。そうた、やるなら自分でやりてえんだろう。言えよ。いや、まあまあまあ、まあ、そうたがやるなら、まあ、僕がやってもいいかな。大丈夫、任せて。どっちも不安だ。どっちにしろ。すいません、僕にやらせてください。お願いします。お願いします。最初から言うよ。立ってるだけ言うことや。待ってるだけ言うことや。このくだりいらねえ。皆さんが静かになるまで3分かかりました。やだ、うるせえ。ということで、でね、はい、まあちょっと、まあ皆さんの体が温まったところで、空気が温まった、空気が温まった、体温まったの僕だけ。そうです。なるほど、なるほどね。はい、じゃあ放課後をさらに楽しくするためにアイデア会議をしたいと思うんですけど、まあまあ放課後こういうことをしたら、まあ楽しもっと楽しくなるんじゃないかなと。ちょっと一回黒板を初期をお願いしたいんですよ。我こそは。お、本当に。さすがジュリさん。本当に。ちょっとなんか書道とかやってたりしたんですか？やってない。やってない。自然に。自然に。はい、自然言い方が。全然、そしたら。じゃあ。やったー。よし、じゃあ、そう、早速ね、会議やっていきたいと思うんですけど、すいません、ジュリさんは、すいません、お願いします。お願いします。申し訳ないです、すいません。お願いします。何かもう浮かんでるよみたいなアイデアありますよ。はい、あ、早い。ドア君、なんか、今日好きってさ、その制服の時と私服の時あるじゃん、うん、その時のさ、なんかギャップがうぇーとかなったりするじゃん。それを、なんか、他の学校の子たちをなんか変身させてあげるとかじゃないけど。おー、いい。制服から私服ってこと？私服とか、制服から私服の大変身みたいな。それかなんかメイクしてあげたりとか。あ、メイクしてあげたい。いいね。メイクとかゴミで制服からギャップ模様をやるのがいいんじゃないかと。他には？はい。はい、カムキ。学校全部を貸し切って、なんかみんなで鬼ごっことか、かくれんぼとかをしたい。そういうのがめっちゃ夢だったから。ああ、夢だよね。なかなかできないじゃん。走りたい、学校。学校ジャックだ。50メートル走したい、学校の廊下で。そう。やろうよ、絶対ギャルピッピに負ける気しねえから。挑戦な、この後。分かったな、お前。そう、でもこれはみんな多分夢だよね。やりたい、走りたい。やりたくてもできないじゃん。確かに、全然できない。いいね、学校全体を使って遊ぶ。絶対楽しい。で、絶対楽しい。うん、他には、はい、なんか小学校の時にさ、うん、帽子とかかぶってさ、色分けしてさ、上から見たら絵ができてますよ、みたいな。はい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 。校庭使ってアート。あー、はいはい。なんかみんなでね、紙持ったりとかね。なんかポンポンとかさ。あー、はいはい。上でやって、上から写真、うんうんうん、衛星写真とか。衛星写真。校庭で衛星写真。衛星写真アート。衛星アート。衛星写真アートってちょっとよくわかんない。衛星写真、星星星星、綺麗なんでしょうね。うん、
きっと綺麗なんでしょうね。衛星アート写真。おお。衛星アート。うん。他にある人。うん、はい。体育館。体育館で。うん。なんかの運動。ドッジボール。ああ、ドッジボールとかね。ドッジボールとかね。で体育館で運動。普通に。いいねいいね。他にある人。テストしたい。テスト。あー、標識メンバー学力テスト、うん、やばい、絶対やだ、怖っ、走りでもやりたくない、絶対やだ、ちょっとね、俺やりたいのがあったんだけど、なんかさ、標識ってやっぱ旅とか行くじゃん、うん、やっぱ贅沢なさ、やっぱ俺は部活だけど、この部活のメンバーで贅沢な放課後旅みたいな、ええー、よくない、みんなで旅行くみたいな、旅はいいよ、いいよね、旅はいいよ、放課後、放課後旅、なんか、東京に来たことないカップルをさ、東京おもてなしするとか一緒にデートってこと、ダブルデートみたいな、そうそうそう、よくない、東京おもてなしデートとか、すごい、え、はいはい、思いついた、なんか全国のいろんな学校にあのなんか突撃訪問しに行った、あーめっちゃいい、楽しそう、いいね、誰ってなるのがいっちゃん声で、さ、知らないよ、ジュリ様あれ様ですから、ジュリ様、様ですから、フルーツ、フルーツ、決めてる。じゃあ他には。はい、タイプ。チーム分けして、うん、宝探し見て。ああ。いいね。なんか埋める？埋める？埋める。いや埋めたらさ探せなくない？あ、確かにダメだ。タイムカプセル。宝探し。いいね。まあこんな感じ？うん。いろいろ出たね。まあまあいろいろ出たんだけど、最初どれからやっていく、まあこれ実際にやっていこうと思うんだけどさ、学校いるし、そうね、せっかく学校いるし、これないね、学校全体使う、全体使えば体育館で運動もかな、学校弱系、これ学校全体を使って遊ぶのもいい、はい、良さそう、はい、これやっていこうか、じゃあみんなで、はい、やりましょう、楽しみ、では、ね、最初は学校全体を使って遊ぶ皆さんでやっていきたいと思います、イエーイ、教室部、じゃあまあ今日から僕たち教室部ということで、まあ、記念に1枚写真でもどうですか、撮りたい、あ、撮る、あ、よかったよかった、撮りましょう、よかった、俺一人で盛り上がると思って、撮ろう、あ、よかったよかった、じゃあちょっとみんなで撮ろう、ここからですか、うん、ごめんごめん、教室部放課後チャレンジ、イエーイ、楽しんでいきましょう、ということで、ね、教室部学校ジャック、まず一つ目、はい、こちら前輪鬼ごっこ、位置情報共有アプリを使って全員が位置情報を把握しながらする鬼ごっこのことを言います、それだけです、楽しそう、楽しそうだよね、楽しそう、それではスタートあ、痛いチョコ見ましたやばい、近いよ、待って、ちょっと待って、わかんない、いるのわかってるよ、体育館行ってる、おい、どこだ、あ、ちょっと待って、待って、なんでカメラ